夢の球宴オールスターはスタジアムを移動して第2戦が行われます。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。オールスターといえばバッターとピッチャーの力勝負というのも魅力の一つです。さあ今年はどんな名勝負を見せてくれるんでしょうか。まずはオールセントラルの先発大谷が甲子園のマウンドに上がります。さあオールパシフィック打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ夢の球宴、今プレイボールがかかりました。初球空振りです。バントしました。サードが取る。アウト、ワンアウトです。セーフティーバントは失敗です。バッターは2番に入っている森。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。2球目は何で来るか。ノーボール2ストライクです。変化球空振り。バッターボックスには3番柳田。2アウトランナーありません。初球空振りです。これが2球目。インコース決まりました。ノーボール2ストライク。インコースファウル。次もスライダーを続けるならもっと厳しいと。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回オールパシフィック三者凡退です。守ります。オールパシフィックのピッチャーは千賀、キャッチャー森、ファースト鈴木、セカンド中村、サード中村、ショート源田。オールパシフィックマウンドに上がるのは先発の千賀。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。山田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。さあバッターとしてはどうか。先発ピッチャーの大谷がバッターボックスに入ります。今日はここまでいいピッチングしてますから、バッティングの方でもいいところを見せてくれるんじゃないでしょうかね。なるほど。さあいい流れをバッティングでも活かせるか。インサイド落ちました。これはどうだ。破りました。センター前、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。クリーンアップが登場します。バッター山川、ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっと抜けたボールでしたが空振りです。ボールになります。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは4番ソト。ツーアウトになっています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは森。このバッテリーを打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回表に入ります。オールパシフィックの攻撃。バッターボックスには4番中村。オールセントラル得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあ変化球空振り、まず1つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。
打順は5番ブラッシュ。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース、空振りです。引っ張った、ロペス一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは DH グラシアル。ツーアウトランナーありません。初球空振りになりました。低いところへ決めてきました。あっという間にツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回オールパシフィック3人で攻撃を終えています。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。オールセントラルの攻撃、バッターボックスには5番坂本。オールセントラル0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは打ちました。これはどうか、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーさあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。さあ先制のチャンスです。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。また初球、これは大きな打球、入れば先制。入りました、ホームラン。丸先制ツーランホームラン。オールスターという晴れ舞台で派手な花火を打ち上げました。オールセントラルが先制しました。2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。先制のアーチがここで飛び出しました。バッターは7番に入っているビシエド。オールセントラルホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番ロペス。ワンアウトランナーありません。これが1球目、打ちました。鈴木、アウト、ツーアウト。バッターは9番に入っている清水。オールセントラル、この回先制となるツーランホームランが出ています。初球打ち、これはどうか、抜けました。ランナー出ました、オールセントラルです。ツーアウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター山田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました、右中間に強い打球。さあどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ打席には先発の大谷が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。改めてお聞きしますが、バッターボックスの大谷、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回、3回に入ります。7番から始まるオールパシフィックの攻撃、バッターは吉田。オールセントラルリードで迎える3回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね、少し気持ちも楽。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックス鈴木、まずはワンアウトを取っています。ストレートが決まりました。打ちました、ロペス。ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている中村。ツーアウトランナーありません。この回の大谷、3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。空振り、
外の低めです。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。これから3回の裏、オールセントラル打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは山川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、打ちました。ファーストゴロ、取りました。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは4番ソト。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。2球目打ちました。ライトに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ、ライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。オールセントラル1点追加します。フェンス期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。打ちました。ショート取った。一塁送球します。アウト、ツーアウト。打順は7番ビシエド。オールセントラルこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回オールセントラル1点を追加しています。3回終わって3対0、オールセントラルのリード広がっています。これから4回オールパシフィックの攻撃です。一方オールセントラルはピッチャーが変わります。背番号11ダルビッシュがマウンド上に上がっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打ちました。ピッチャーゴロです。山田アウト、ワンアウト。打順は2番森。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。変化球を振らせました。ノーボールツーストライク。打ちました。高いバウンド。坂本アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには3番柳田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーあります。引っ張った。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これから4回の裏オールセントラルの攻撃です。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。マーティンがマウンドに上がります。バッターボックスは8番ロペス。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。オールセントラルリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから、しっかり先頭から出塁していきたいですね。確かにその通りですね。打ちました。これはどうだ。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。バッターボックス清水。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って山田。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるような。インコース詰まりました。ライン際へ打ち上げています。鈴木が掴んでツーアウト。バッターは途中からマウンドに上がっているダルビッシュ。ツーアウトになっています。空振りです。打ちました。これはどうか。マーティン一塁へ。
一塁アウト、スリーアウトです。5回に入ります。追いかけるオールパシフィックの攻撃、バッターボックスには4番中村。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。変化球空振り、ワンアウトです。打席には5番バッターブラッシュ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。山川、一塁そのまま入ってアウト。バッターは今日 DH に入っているグラシアル。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そう、ライト方向を流しました。一二塁間を破る、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには7番吉田。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。これが3球目。変化球で空振りを取ります。三振を奪ってピンチを脱しました。ランナー出ましたがオールパシフィック得点はありませんでした。3対0オールセントラルがリードしています。5回の裏オールセントラル、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。山川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。オールセントラル2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ライン際落ちました。先頭バッター出ました。オールセントラル、ノーアウトランナー1塁です。4番バッター外、前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるよ。打った、これはどう、センターに抜けました。オールセントラルチャンスになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。初球打ち、これはどうだ、センターへ抜ける、セカンドランナー3塁を回った、バックホームする、セカンドランナーホームイン。オールセントラル1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。打席には6番バッター丸。オールセントラルこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおもその点差を打ちました。取った、2塁送球、セカンドフォースアウト、1塁送球アウト、ダブルプレー。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。打ちました、これはどう、センターに抜ける、サードランナーホームイン。オールセントラル1点追加。バッターボックスロペス。初球ボール、さあ2球目は何か。打ちました、詰まりながらもライトへ。ここはフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ここまでのハイライトです。2回の表3者連続三振、次々と三振に切って取ります。その裏ノーアウトで2塁にランナーを置いて6番丸、初球から狙っていました。オールセントラルこの一発で先手を取ります。3回の裏ワンアウト2塁の場面、迎えるは5番坂本、初球を叩いてタイムリー。オールセントラル1点を追加します。そして先ほど5回裏の攻撃、ノーアウト1塁2塁のチャンス、5番坂本、その初球をしっかり弾き返します。オールセントラル1点を追加します。オールスターゲームは6回の表に入ります。追いかけるオールパシフィックの攻撃、打席には8番バッター鈴木。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。オールセントラル大きく点差をつけて6回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに、痛烈、これはどうだ、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターボックスには代打の秋山。
里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差はありますけどね、ここはきっちり抑えることで相手の流れを断ち切りたいですね。そうですね。さあここをどうしのいでいくか。打ちました、ピッチャーゴロ。取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります、バッター源田。まあオールセントラルとしては余計な点は与えないようにしないといけませんよね。はい。さあここは流しました、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球する、オールセントラル。さらにピンチになりました、ワンアウトランナー三塁一塁、ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど。打ちました、セカンド取った、一塁送球、ツーアウトになりました。1点返しました、オールパシフィック。アウトの間に得点。ここはアウトが増えたと思って切り替えていくのがいいでしょうね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき柳田が打席に入っています。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回オールパシフィック点差を縮めていきます。5対1、オールパシフィックが得点しました。6回の裏、オールパシフィックに選手の交代がありました。代打いたしました、秋山に代わります。6回の裏、オールセントラルの攻撃、バッターは9番清水。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていける、インサイド落ちました、これはショートライナー。打順はトップに帰って山田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打った、右中間に大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー二塁となりました。ライト方向を流しました、これはどうだ、浅村アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。さあそして打席には山川が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。打ちました、鈴木、一塁アウトで3アウトチェンジです。これから7回オールパシフィックの攻撃です。そしてオールセントラルはピッチャーが変わります。背番号11、藤村、マウンド上に上がっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました、センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。丸抑えてワンアウト、打順は5番グラッシュ。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。アウトロー、空振り、あっという間に2ストライクです。変化球、空振り、バッターは DH グラシアル。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。2アウトランナーありません。さあ3球目は何か。いい当たり、これはどうか、一二塁間を破る、2アウトランナー一塁。7番バッター吉田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球、タッチアウト、盗塁失敗。この回オールパシフィック結局3人で攻撃を終えています。5対、7回の裏オールセントラルの攻撃です。
そしてオールパシフィックはピッチャーが変わります。増田が3番手としてマウンドに上がります。バッターはソト。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。オールセントラルリードで迎える7回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんでここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただちょ変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには5番坂本。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ワンアウトランナーなし、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、見逃せばボールですが振ってきました。2球目打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。オールセントラル1点追加。バッターボックスは7番ビシエド。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤で打ちました。取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順は8番ロペス。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。インサイド落ちました。これはどうだ。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。8回の表、7番から始まるオールパシフィックの攻撃。吉田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは8番鈴木。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。藤村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいコースでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れている。見逃し三振。バッターは守備交代から起用されている浅村。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。取ってスリーアウトです。8回の裏オールセントラルの攻撃。打席には9番バッター清水。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。初球打ち、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オールセントラル7対1、見事な一発が飛び出しました。その差を6点と突き放しました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。打順は1番に帰ります。バッター山田。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。オールセントラルホームランで得点を挙げています。アウト。ここは送球が間に合っています。さあバッターとしても注目が集まる藤村、打席に入ります。初球は何で来るか。初球打ち、右中間に強い打球、ライトセンターバックバックバックする、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オールセントラル8対1、自らを援護する一発でした。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。3番バッター山川。オールセントラルホームランで得点を挙げています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。一二塁間抜けていきます。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番ソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほど初球打ち、高く上がった。頭上ぐんぐん打球入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。
初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オールセントラル10対1。これぞ4番という仕事をしてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。5番バッター坂本、今日はここまで4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。まあここも気を緩めずいってほしいですよね。はい、さあここも打ってしまうんでしょうか。オールセントラルホームランで得点を挙げています。初球ボール、スピードボールを持っています。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ランナー出ました。オールセントラルです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスビシエド、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの試合は最終回まで来ました。オールパシフィック打順よく1番から始まります。バッターは源田、先ほどの打席でヒットを放っています。オールセントラル大きく点差をつけて最終回を迎えています。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そうですか。変化球空振り、これでツーアウト。好投を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど、さあこの後も好投が続くんでしょうか。次が3球目、変化球で空振りを取ります。試合終了。オールセントラル打ちに打ちました。大量リード、大量得で勝ちました。今日はオールスターゲームらしい見応えのある試合でした。ファンの方もこの対戦を十分に楽しんでいただけたのではないでしょうか。ご覧のようにオールスターゲーム第2戦はオールセントラルが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたり